皆さんこんにちは、ダイダラです。おやすみなさい。はい、さあ今日もやっていきましょうか。ベッドは燃えます。ということで今日なんですけど、ここ今いるところが南の遺跡ってとこかな、多分。うん、南の遺跡、初めてのダンジョン、多分ボスが出てくるとこなんですよね。なんでちょっと頑張って攻略していきましょうか。はい、さあいろんな借り物をね、借りながらね、ガンガンと進んでいきましょう。これ借りれないか、やっぱ借りれないよね。行きましょうか。さて、ん、いきなりなんかわかんないな、これなんだ、これ借りれない、でかい岩、この岩気になるの。うん、僕世界を戻すときいろんなものを動かさなきゃいけない、だからその力が役に立つかも。どういうこと。ゼルダが杖で指示してくれたら動かしたいものをゼルダに合わせて動かすよ。動かしたいものに向かって X して。マジで、え、この岩動かせんの。コリー、ヘイ、わあ、え、これでシンクできた。あとはゼルダが動くだけ。え、 X で指示を出して鳥に触れているものとか魔物とかをゼルダと同じ動きにする。魔物もできるの、やばー。落とせんのね。え、こっちでも入り口塞いとこうか。はい。帰れなくなった。どうしよう。こっち、おえい、助かる。じゃあシンク、シンク、さすが落としとくか。はい、え、すげえバランス感覚。ちょこっと乗ってるだけでもいいね。はい、じゃあ次またこれシンクするのかな。シンク、あ、なんか道見て、ちょっとなんかややこしいね、ここ。これなんかある、ここ。潜るとかないよね、何も。ここ、え、ここ何もなさそうなの。水だ、ごくごく飲むな。ゼルダ姫、え、なにこれ、わかんないな。これ向こう側行くのかな、頑張って。でも一旦下行ってみるか、せっかくシンクしたからね。わ、出た、謎のゲーム来た、アクションゲームね。これなんかある、はい。こういうのって水とか持ってないよね。火つけとくか、とりあえず。はい。下、下行ったら焼けちゃう。まずいまずいまずい、消しとこう。はい、クモだ、危ない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 、なんだな、クモはよ。火つけてやろうぞ、クモに。はい、これ焼けないよな。はい、や、火を見たらちょっと逃げるな、あいつ。はい、どうしよう。はい、いたー、くそ、無理無理、頼む、行ったれ。うい、ひっくり返った。ダメだ、攻撃が遅い。ちょっと待って、あまりにも攻撃が遅い。一旦消えして突撃、よし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 、俺で突撃させる。あ、新しくぶれてる、雲だ、糸チュラー、糸を出して天井からぶら下がるぞ。糸は頑丈だから火に弱い。これどう、なんか出せんのかな。あ、すごい便利、え、めちゃくちゃ便利じゃん、この糸チュラー、ありがとう。ちょっとセーブしてから開けるわ。開け、こま、はい、だ、マップ男女と無の世界のマップを確認できるぞっていう、マイナス押すと確認できるよっていう。 OK、 わ、わわわ、広いかも。広いかもね。今ここにいるから、ここに出るんだね。次ここなんか宝箱あるんだ。あ、これ取りに行こうか。じゃあせっかくだし、イチュラ君ちょっと待ってね、降りれない、イチュラ君助けて。消しとこう。よし、痛い、なんだこいつは、痛いよ、すげえダメージ食らっちゃった。糸チュラってこういうとこでも使えんのかな、わかる、こういうとこで。えい、あ、溺れちゃった、あ、出てきた、糸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 、ちょ、待て、ちょ、ちょ、ちょ、おい、すげえ便利、糸チュラだ、いたらもうすべて解決じゃん。どうすんのこれ、シンクしたら出てこない、あ、出てきた、いいね、ひらめきだね、やっぱこのゲームは。はい、てってってて、普通に開けちゃった、危ねえ。発光バターを5つ手に入れた。発光が出て光る成分を持った不思議なバター、このままじゃ使えないよって。このままじゃ使えないバター。やっぱなんか料理の材料みたいなのがめちゃくちゃゲットするよね、このゲーム。何なんだろうね、料理の材料。よいしょ。
はい、ではではでは先に進みましょうか。また改めてこのゲーム、どの攻撃が強いんだろうな。やっぱ剣が欲しいよね。やっぱペッペッペッって切りたい。ゼルダ姫だからな、しゃあないんだけど。よいしょ。でもやっぱこういうのアクション系はね、楽しいからね。いいね、横スクロール。よし、さあまた 3D の世界へやってきました。リンゴ来たん。ビリビリンゴ、花の蜜。はい、めっちゃもうこれいるだけでどこでもクリアできるよ。ねえ、この糸チュラだけでめっちゃ便利だよ、糸チュラ。はい、じゃあ次こっちだね。さあやってきました。なんもないここ。ここで昔捕まってたんだよね。あー、なんかまたいるな、こいつ。何でやっつける？ウニ出しときゃいい。いい。ウニ負ける？ウニ火に弱い、もしかして。強すぎるだろ。バウンジロー。ほら、いやバウンジローだよ、やっぱな。バウンジロー。ウェイ。こっちはいけないか、でも。ねえ、下はなんもない。よし、じゃあ上行こうか。バウンジロー元気してるか？行くやん。ここリンクで行ったな、昔。懐かしいな。リンクパートマジでおもろかったからな。ほんと一番おもろかったわ。またやりたいな、リンクパートね。本編クリアしたら同じストーリーを。ちょこれ待って、こいつ仲間になるってことじゃね。でかくない？おいおいおい、シンクしちゃった、間違って、ごめんなさい。はい、ウニよし、ウニよっしゃー、ウニパワーや。へっへっへっへ、きたー、タートナック。頑丈な鎧を着た兵士のようなものだ。動きは遅いが打撃攻撃が効かない。強くね。これリンクみたいなもんだよ。リンク行くわよ。スマブラやないか、タートナック出すのは。完全に大乱闘スマースブラザーズ始まります。行きましょうか。スマブラみたいな感じですけどね。敵がなんかさっきシンクしたのあったじゃん。あれめっちゃ良かったね。なんかおもろいね、シンクできるのは。はい、ではさらに下行きましょうか。地下世界みたいなところが全部 2D パートやね、ここが。面白いぞ。何これ、火つけるのかな、全部。とりあえず、はい、うん、ほら草も燃えない。はい。いけない。これシンクできる。ああごめん、潰れるよ。あぶないよ。シンクってすごいね。これシンクできない、これ釣り抜けちゃう。これは壊せばいいのかな。とりあえずどうする、糸チュラでも行く。ああ動かせるんだ、これもすごい。動かさんでいいよ。糸チュラで上行こう。へい、上行ってキャンドルを出して火つけて、ピルルルル、はい、ちょろい、オッケー。でもここ一応壊しとこうか。バウンジロー復興せ。バウンジロー熱いかも。熱い。あー、灼熱のバウンジロー、ありがとうな。よし、先行きましょう。ゴルピーゲットいったね。ゴルピー嬉しい。む、中間ですかね、これで。はい、オッケー、登録されました。シルベを登録した。いや、ここからワープできるのでかいよな。さあ、やっと今入り口来たんだよね。いや、広くね、なんかここ。え？まだこんなんの？こう行って、行っちゃうまで行ったら次、行っちゃう下に行って、みたいな感じなんだ、ルート的には。で、下行って、ボスか。えぐー。え、ここ何これ？こいつだけ盾持ってるの？何や、その盾は。あ、盾落ちた。あー、おけ。ちゃんとね、皆さん、こういうの、観察力ですからね、皆さん。何か違うものを見つける力を持て。やー、うキース、まずい。ウニが最強だ。ウニ追いかけ勝てんだよ。ほら。危ねえ。怖いなー、ここの敵。お、これ宝物ある、これ。こういうのはね、全部、糸チュラでなんとかなる。糸チュラ、便利ねー。あれ、ちょっと待って、糸チュラくん、こっちにだ。糸チュラくん、便利ね、糸チュラ。えい、糸チュラチュラして、よっしゃい、50ルピー、普通に焼きちゃった。
でもハードのキャラ今んとこなんか入ってないから大丈夫かな。心配だけど。ねえ、毎回セーブするのめんどくさくて忘れちゃうんだよね。タートナックだそうです、次そろそろ。タートナックくん。タートナック。勝負しようぜ。俺のタートナックと俺のタートナック、どっちが強いか。あ、いい、殴り合い来た。これ引き分けや、多分。ご苦労。いけ、タートナック。あ、これ勝てるかも。俺を見てる、ずっと。バカめ。よし、ナイス、ご苦労。タートナック、強えで。さあ、行こうか、先へ。そう、ここが前、あれだよね。ガノンドルフ行ったとこで、ゼルダ姫が捕まっていったとこだよね、ここが。待ってー、なんかいる。ちょっとー、こんにちは、リンク。あれ、あの人、青い魔物と戦ってた人。ちょっと待って、なんか闇のオーラ出てるけど。おい、ダークリンクみたいな感じ。おい、待って、危ない。勝てるのか。ちょっと待って、こっちのリンクとお前のリンクとの勝負だ。やばいかも。どうしたらいい、これ。やばい、普通に負けた。これはね、なんとかして勝つしかない。キース3連星、これしかない。いけ、よしよし。雑魚に群がれる方がだるいからな、このゲーム。雑魚に群がられる方が。よしよしよし。いけ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 、よし。いいよいいよいいよ。はい、くっ、スボボ投げてやろう。背中が泣きだぜ。よし、キースに群がられた うざさ知っているものだけが。おお、大先生、よっしゃー。よし、ひたすらキースを置きながら移動しよう。キースもいいか、次のやついいか。ウニウニウニ、いや、ウニダメだ、勝てる気して。バウンジロー、よし、バウンジロー、バウンジロー頑張れ。バウンジロー勝てないかも。ダメだ、やっぱ1体じゃきついかもしれん。なんかいないか、強い2体ぐらい出せるやつ。ピーハットいけるか、お前。いけ、ふっ、頑張れ。あ、いいよいいよ、ピーハット強いぞ。どれ、ピーハット召喚、ナイスー。なんだ、闇の力が。待って、ダークリングになった。いけ、ピーハット、いいよ。強いぞ、ピーハット。無限、無限などやばいよな、どう考えても。いや、こいつ強いってマジで。いやいや、事故で当たれ、事故で攻撃当たれ。めっちゃガードするこいつ、すげえな、ほんと。嘘やん、なぜでこれは。あ、残ってきた。よし、いいよいいよいいよ。こ、ピーハット、ピーハット、ピーハット、カモン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 、ピーハット頑張れ。いいよ、ピーハット背中でガラキだぜ。よーし、オッケー、強っ、リンク。おお、影の剣置いてった。剣借りようぜ。え、剣欲しい、さすがに。ゼルダ姫剣振れんのかな、大丈夫。危なかった、強かったね、今の。前に助けてくれた人に似てたけど、襲ってくるなんて。でもあの嫌な気配、お城の偽物の王様たちと同じだった。影に取り込まれた偽物が生まれるのかな、やっぱ。なんか残してたよ。何これ、剣だよ。いやー、剣、不思議な剣。あれ、これ借り物じゃないんだ。緑の服の剣士が持っていた剣、リンクと名前が書いてある。名前書いてんだ。小学生か、おめえは。かわいいやつめ。その剣から強い力を感じる。大きな裂け目にも負けない力、特別な感じするよ。
剣使えんのか、あ、剣持つ。え、違う、十字キー上か。持てんの、剣使えないでしょ、ゼルダ姫。うわ、え、リンクやった、姿借りちゃった。剣心ゼルダ、ゼルダの伝説始まります。もうリンクいらないわ。あの緑の服の人みたい、強そう。十字剣上で剣を掲げると剣士モードになって Y で剣を使った攻撃ができる。めっちゃいいじゃん。縦 B で高いジャンプ、ね、回転切りができる。めちゃくちゃいい。最高かも。なんかゲージ減ってる。何これ、エネルを手に入れた不思議な力がみなぎってくる。なんか時間制限付き、もしかしてこれ、もしかしてだけど、なんかエネルっていうのが落ちてるとか、リンクジャンプ力高いな。リンクというか、リンクね、左上のゲージ見て、あ、なくなったら、あー戻っちゃった。剣士モード解除。剣士モード値は左上のエネルゲージが減っていく。エネルゲージがなくなるか、十字キー上で剣士モードが解除。ちょっとしか使えないんだ。エネルゲージはエネルを取ると溜まっていく。なんかさっき落ちてたやつだね。これだ、エネル。全然溜まんねえかも。悲しい。これはね、みんな、むずいゲームですよ。でもエネルが、どうなんだろう、今めっちゃ落ちてるけど。取れないけど、エネル。ねえ。エネル吸引器とかないで、エネル吸引器。こいつ吸引してくる。さっきの吸引してこねえんだよ、これ。高すぎるんか。意外といろんなとこにあるで、エネル。まあいいか。下降りましょうか。エネルを使って戦えということですね。今後は。剣士になって、私がリンク。へえー、だから、声を切れるのかなと思ったけど。切れないわ。変わらずここら辺はシンクなんだね。はい。まあ、シンプルに攻略していきましょうか。これ、ここ、あれだわ。雲だ、雲。糸チューラ。チューラ、チューラ。糸チューラ、糸チューラってしてもらって。糸チューラ、マジ便利。一番便利かも。セーブしよう。開けごまー。てってて、何これ。ハートのピンを手に入れた。愛らしいハートが特徴的な髪飾り。ハートが出やすくなるぞ。何これ。着せ替え。いろんな効果を持った身につけられるアイテムがあります。プラス、着せ替えで身につけることができる。着せ替えってどこ？これか。つけとこう。やった。ついてる？体に。今ついたんか、ピン。わかんねえ。ちょっと待って。装備してる？あ、外す、つける。だって、はっついてる、ついてる、ついてる。アミーボ使ったらなんかあるらしいんだけど、アミーボ使っていいかな。ちょっとまた今度使ってみようか。よし、先へ進もう。いやー、もうボスもいるんだよな。やだな、リンク戦ってもうお腹いっぱいだよ。うわ、ボス部屋の鍵か。だから、あ、ボス部屋の鍵まだ見つけなあかんねんな、こっから。そういうことな。よし、とりあえず登録しとこうか。オッケー、はい、オッケー。じゃあちょっとキリいいから一旦ここで終わりにしとこうか。じゃあ次回ボス倒しましょうか。ね、一回で終わるかなと思ったけど、意外とね、探索っていうか、なんか新しい、そう、借り物がいたりとかして、ちょっとかかったね。でも、いいね。新しい借り物たちがマジで強いから。今後も愛用していきましょう。はい。それではまた次回の動画で、大太郎でした。おつぱよ。